ト教官。てめえまたイオンをさらに来たのか。ティア、なぜそんな奴らといつまでも行動を共にしている。教官こそどうしてイオン様をさらってセフィロトを回っているんですか。人間の意志と自由を勝ち取るためだ。どういう意味です。この世界はスコアに支配されている。何をするにもスコアに従うなどおかしいと思わないか。スコアは人が正しい道を進むための道具に過ぎません。どうしよう、あなたはそうでも、この世界の多くの人々はスコアに頼りきっている。ひどいものは夕食の献立すらスコアに頼る始末だ。お前たちもそうだろう。そこまでひどくはないけど。結局のところスコアに頼った方が楽なんですよ。それが狂っているというのだ。ティア、戻ってきなさい。教官、今の私があるのは教官のおかげです。でも私はまだ兄を疑っています。兄への疑いが晴れるまでは戻れません。それがお前の答えか。では力ずくでも止めるまでだ。教官、人間の意志と自由を勝ち取るためか。リグレット教官。なんだ、ここにいたのか、ティア。ルーク、また考え事か。お前ったば、何かあるといつもここに来るもんな。そうね、この花壇は私の旅の始まりのような場所だから。始まりの場所ってバン先生のことを考えてたのか。いいえ、教官のこと。教官？お前の教官って確か六人称の。そう、こんなことになってしまったけれど、あの人は私にとって理想だった。軍人としても一人の人間としても、本当に何もかも。ティアとリグレット、あの人と初めて出会ったのは私が14歳の時だった。あなたが早朝閣下の妹、メッシュティアリカね。おじい様、この人は。バンの復官を務めるリグレット殿だ。オラクル騎士団の現役将校で2000名の部下を率いる師団長でもある。はじめまして、リグレットです。リグレット殿はお前を直々に指導すべくバンに派遣されたのだよ。つまり家庭教師のようなものだ。家庭教師？お前はオラクルに入るための訓練をこの町にいながらにして受けられるのだよ。そんな、私はダートの士官学校へ行きたいってお願いしたはずよ。それがどうして家庭教師なんて話になるの？ティア、私は士官学校の協定に基づいてあなたを指導するつもりよ。あなたが学べる内容はどこにいようと変わることはない。そういう問題ではありません。私はどうしてもダートへ。あなたの目的はオラクルに入ることではなかったの？それなら家庭はどうでもいいはずよ。それは、今のあなたはオラクルに入ることよりも士官学校に行くことの方によりこだわっている印象を受けるわね。図星だったわ。あの時の私は士官学校に入ること、つまり兄のいるダートに行くことこそを目的としていたのだから。そんなにバン先生のそばに行きたかったのか。まあでもその気持ちはわからないでもないけどな。ずっと俺もそうだったし。そうね、その点については私も以前のルークと同じ、いえそれ以上だったかもしれないけれど、目の前に立つリグレット教官の凛とした佇まいに圧倒されて、私は何も反論することができなかった。でもさ、なんでそこまでバン先生に。約束だったのよ。約束？そう、幼い頃に兄と交わした約束。いつかオラクルに入って兄の手伝いがしたい。その約束を通じて私は兄との絆を感じていたかったんだと思う。
兄弟の絆か。でも私の目の前に現れたのは兄ではなくリグレットという人。最初は彼女をただの邪魔者にしか思えなかったわ。ティア、いつまで部屋にいるのだ。今日からリグレット殿の訓練が始まるのではなかったか。今日はやめる。ティア、そんな気分になれないの。教官が来たら悪いけど帰ってもらって。ティア。訓練の初日、私は教官に対しささやかな抵抗を試みた。これでいい。こうすれば教官も呆れて私に愛想を尽かすはず。教官が辞めてしまえば兄さんだって考え直してくれる。でもそれは浅はかな考えだったと私は再び思い知らされた。次の朝、部屋を出てみると。ようやく出てきたか、ティア。教官、どうしてここに。では、今から訓練を開始する。準備をしろ。あ、はい。え？あの女、一晩中回ってたのかよ。しかも私が仮病を使ったことも、そこに込められた意味、私が彼女を拒んだということも、全てを見抜いた上でね。すげえな。そこまでされたらさすがにもう従うしかねえか。いくら兄に頼まれたからって、なぜそこまで私にって思ったわ。この人は一体何なのだろうって。それで？それからしばらくして、ユリアシティで一つの小さな事件が起こった。